おはようございます。おはようございます。 JB ダベサチャンネルです。さあ、土鍋ご飯。土鍋ご飯太いてちょっと、お米太いてで譲らない。よし、はい、いいよ。よさっちゃん、ちょっと今のどうぞ。え、焦げ、焦げ、ちょっと今日焦げ多めだ。最初のやつ、こののれんはつるの湯で買いました。買いました。キキ、お外好きだね。でも怖がりだから出ない。おはようございます。おはようございます。 JB ダベサチャンネルです。今日は9月1日日曜日。はい、今日も田沢湖オートキャンプ場縄文の森、お世話になりました。やりました。2回目です。昨日は田沢湖周遊と駒ヶ岳温泉。駒ヶ岳温泉良かった。良かったね。建物が趣があるね。宿泊客だけ貸し切り風呂に入れる。入りたかったね。この辺の温泉どこも入ってみたいな。全部入ってみる。泉質が違うからね。もう何万円もかかるけど、うんうんうん、今日の夕あ朝食は何これ、鮭、鮭のなんとかガーリックなんだか、あ、ガーリック系ですね、うん、はい。あれ残ってたの、残ってたの食べちゃおうと思って。マミちゃん極小粒リンゴ娘なんだその声。マミちゃん納豆美味しいよ。そうです。はい、そしてこれ9月3日までだったからセーフだね、うん、はい。しば漬け、しば漬けいぶりがっこ、普通のキシン漬け、カレー食べた時かつお節のせ冷ややっこ、土鍋ご飯。こういう美味しそうなおこげができるんです。です。あら、もうない。昆布醤油もうなくなりそう。しょっぱい醤油、うちらからしたらしょっぱい醤油普通だったら普通の醤油だよねそれではいただきます。おはようございます。おはようございます。 JB ダベサチャンネルです。今日は田沢湖オートキャンプ場縄文の森から出発しました。なんか山形から来たキャンパーさんとちょっと仲良くなりました。今日は抱き帰り渓谷でした。抱き帰り渓谷楽しみで、角野岳を散策して、はい、終わりかな、今日は。角野岳全部見れるかどうかもわかんないしね。まあ、何も見ないで、徒歩で20分。あ、そうな、あ、そうなんだ。あ、でも、あっち見てこっち見たら1時間、2時間かかるかもしれない。お昼食べたりとか。そうだね。はい。はい、だからどっか良さげな温泉入って、ね、電源も水もあるので、うん、道の駅探してどっかの公園がね行きたいと思います。はい、田沢湖オートキャンプ場2回お世話になりました。はい、そしたらまたね。バイビー。ここはどこに行こうとしてますか。草薙家住宅。草薙中心は違うか国指定重要文化財草薙中心。
ごい、かやぶきの屋根。この庭だ。個人のお家だから中には入れないと思う。さて、どこに進んでますか？抱き帰り系。およそ400メートル先、目的地は右側です。どうも、帰り電力を知る抱き帰り。日陰涼しい。水を含むことをお伝えくださいって。ん？こっちもすごい。これ揺れてる。外装十分。
ちょっとじゃん。うん。見返りの滝。頑張っていきましょう。はい、ゆっくりしてください。青い。ここは流れてきてるのかな。すごい。毒の水だって毒の水。酸性強いんじゃない？うん。ゴザメにし、あの大きいのよ。ね。うん、すごい。音聞こえてきた。違う。違った。これの音だった。これの音だった。先替えリコーチコール。よし。よし。おお。おお。自分の携帯電話のあれ使っちゃうのって。これ少しでも明るいのかね、これ。ちょっとでも違うのかな。あった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 。曲がってたからだ。ああ、そう。うん。これ見えてるのかな。曲がってたから、これは見えた。見えなかったんだ。なんかすごいゴーッと音聞こえてきた。うん。
すごい崩れてる。道が細くて崩れてる。あ、こっち上上がれるみたい。休憩所。この駐車場に停めて、うん、こっからずっと頑張って、うん、見返りの滝を見て、うん、ここの渓谷展望台なのかな、ここがね、うん、で、あ、飯村少年慰霊碑がこれなんだ、うん、今こっから先映したようにすごい崖崩れでずっと行けない、行けない、ここも行けない、行けない。なので今ここにいるけど、うん、角の伊達、角の伊達のを見たら、うん、戻ってきて、うん、ここ来て夏瀬温泉都忘れに入れたら入って、うん、また戻って道の駅どこかで、公園か道の駅のどこかで行きたいと思います。はい、ここ角の伊達、はい、角の伊達は武家屋敷とかいっぱい見るとこあるじゃん、はい、楽しみ。